じゃないよ。カレーベネデイ。抹茶クドンちゃんじゃないの、その店。カレー黒いですね。この系列は黒いのが好きなんですね。ちょっと見た目がすごいんだけど。真剣で汗かいちゃう。まさかの高級おにぎり。はい、ありがとうございます。じゃじゃじゃん。なんとなんとスペシャル焼きおにぎり、ゆうきゆかりスペシャルでございます。はい、これを手でくしゃってやっちゃって、はい、こちらが、ゆうきゆかりさんにいただきましたクレンザーということで、多分あのメイク落としなのかなと思います。今年も素敵なプレゼントありがとうございます。アフロディーテ TV の中でもよくあの肉シャリに行ったり、黒シャリさんに行ったり、会員制のレストランに伺うときはゆかりさんとご一緒させていただくことが多いです。あ、なるほど、クリーミーフォームクレンザーということで、洗顔料ですね、お顔を洗う洗顔フォーム。あ、なんか今年はすごい美容系のものをいただいて嬉しいですね。顔とか首を濡らした後にさくらんぼ台でこれをクレンザーで泡立てていただいて、よく円を描くように丁寧に洗って洗い流してください。おー、すごい、めっちゃ嬉しい。しかもちょっと初めて使わせていただくアイテムなので、ちょっとオープンして商品がどんな風なのか見てみたいと思います。私はあの結構ねお顔の皮膚が強い方なので、いろんなメーカーさんの化粧品とかね使わせていただくことが多いです。あ、かわいい、こんなブルーのパッケージに入ってる、洗顔フォームです。ちょっとね素敵な洗顔フォーム楽しみに泡立てて使いたいと思います。ありがとうございます。はい、そしてですね、どうしようかな、次はこちらです。じゃじゃーん、これは、すごい画期的なミストなんですけれども、もう名前からして多機能化粧ミストっていうことなんですけれども、いろいろなね、エアバリア、今ちょうどこう除菌とかって言ってるんですけど、天然成分の除菌なんですが、なんと口もシュシュってして口の中 の, 菌とかもね殺してくれるっていうことで、すごく便利で、勝木理恵さんに火曜日配信、明日配信の勝木理恵さんにいただいたんですけれども、これはいいなと思って、でシュッとした後のお味もすっごい爽やかなので、早速愛用させていただいてます。もう紹介してるんですが、もう若干ね使って減っちゃってます。カバンの中にもサイズ的にも収まりやすいですし、そうですね、手の雑菌もそうなんですけれども、口の中まで殺菌できるっていうですね、すごい機能的なものだなと思って、ありがとうございます。はい、ではキョロキョロそうですね、じゃん、かわいいパッケージ、もう本当にメンバーもバラバラでした。じゃーん、私はディズニーの中でこの美女と野獣が一番好きなのですが、
大好きな親友のチョコが美女と野獣のポーチ、そしてですね、じゃじゃーん、ベルのこれはあのクレンジング、お顔のメイク落としのクレンジングだそうで、こちらをプレゼントしていただきました。ベルが一番大好きなキャラクターです。ありがとうございます。もうディズニーもちょっとご無沙汰なので、ディズニーカフェに行ったりとかして満足してるんですけれどもね。はい、そんな感じです。先日ハワイの、カフェに行ってきました。すごい素敵な場所だったので、ちょっとあのアフロディーテでもちょこっと映像を配信できればと思います。つながる系だな。もうたくさんプレゼント本当にありがとうございます。ちょっと紹介、今日しきれないのはまた来週したいと思います。あとお中元とかもね、どしどし届いておりまして、紹介していきたいなと思います。シャネルの、バスお風呂の入浴剤と、こんな感じの可愛いタブレットになってます。あまりにも可愛すぎて、これはショート動画を作らせていただきました。またゆりちゃんにいただきました。このねジュエリーをいつも作っていただいているジュエリーデザイナーさんです。というわけでまた来週配信いたします。ありがとうございます。